ではね、次へ行きたいと思います。はい。はい、行きますよ。はい。2004年に、Nintendo DS、ね、2画面の DS が出たと思うんですけども、非常に頑丈なハードとして有名です。はい、ね、ある方が、山の登山にね、持って行って、なんですけども、いろんなね、家電製品とか、その電子機器をね、持っていたんですけども、その中で唯一、この DS だけが壊れなかったっていうね、逸話があります。で、その山なんですけども、その山の名称を答えてくださいってことなんですね。まだ2歳だ。そこら辺にある山ではなくて、有名な山です。その山を答えてください。山の名称です。外国にあります。外国の山です。外国の山です。15秒スタート。登った方も外国人です。15秒スタートします。考えてください。いや、まだ2歳なんだよな、この時。有名な山ですよ。聞いたことあると思います。やめてやめて、一部の人にぐさってくるから、その2歳。はい、15秒経過いたしました。DS でしょ？うん、Nintendo DS ですね。答えの方大丈夫でしょうか？じゃあ、一斉にお願いいたします。絶対違うな。待って。あれみんな思い浮かべたこれかなはい、読み上げていきたいと思います。全員が全員エベレストですね。違う、一人だけ違う。あ、間違えた。違う、二人違う。ちょっと待って、カイさんとカイさんとアンカーさんがエベレスト。カイさんとカイさんとアンカーさんがエベレスト。これ誰だ、エレベストって。エレベストってそのエレベストって。これちょっとどうしましょう。どうしよう、どうしよう。え、僕とアカさんじゃあ結婚しますか。僕とアカさんじゃあ結婚しますか。いや、ここでね、いや、わかんないです。皆さんが勘違いで、正式名称はエレベストかもしれない。なるほど。なるほど。副術名はエレベストかもしれない。なるほど。エレベスト。じゃあ、答えは2種類ということですね。エベレストかエレベスト。ということですね。正解は、こちらです。エベレスト。こちらです。エベレスト。はい、エベレストが正解です。なので、シグマさんと、キトさんと、アクアさんと僕同じ勘違いしてたんだ。